先生のもっちり文法アルファ。もっちりと語る人はもっち先生こと持田哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さんこんにちは。今回は SVOC の仕組みというお話をしてまいります。今回のポイントです。まずは SVOC という文系の成り立ちのお話から始めていきまして、その後で文から OC へ形がどう変わっていくのかというところを集中してお話をしていきたいと思います。なお今回は英語の文系の一つである SVOC という文系の仕組みの全体的なお話です。具体的な解説については動詞の意味ごとに別の動画で展開してまいります。それでは今回もよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速 SVOC の成り立ちのお話をしていきます。 SVOC、 S というのは主語、動詞の左側に置かれる名詞で主語ですね。そして述語動詞、これが動詞がもちろん使われまして、そして動詞の右側に来る名詞が目的語、ここまでは他の文型と同じなんですね。そして SVOC の C というのは保護です。で、この保護なんですが SVO の後に続くわけなんですけれども、これが3つパターンがありまして、形容詞が来る場合、名詞が来る場合、そして準動詞が来る場合、この3種類があります。そしてこの名詞プラス形容詞、名詞プラス名詞、名詞プラス準動詞っていう OC の部分ですね。この部分というのはもともと文だというふうに考えることができます。すなわち述語動詞の後に文が埋め込まれることによって、この文型 SVOC という文型が形成されている、成り立っているというふうに考えることができます。そして成り立ちを詳しく見ていきますと、こうなるわけですよ。主語プラス述語動詞の後に主語述語っていう文、SP という記号を振っておきましたけれども、この文が埋め込まれるわけですね。で、そうするとこの文、主語述語から成り立っている文のうちの主語の部分が目的語、そして述語の部分 P と書いておきましたけれども、この述語の部分が保護となって S プラス P、 主語プラス述語が目的語プラス保護となるわけです。ですから表面上は目的語と保護というペアなんですけれども、意味的には主語と述語の関係があるということになるわけです。これをまとめていきますと、 SVOC の O と C との間には意味上の主語と述語の関係が成り立つということになります。この意味上の主語と述語ってどういうことなのかっていうことを改めてちょっと考えていきたいんですね。意味上の主語っていうことは、意味を考えれば主語なんだけれども、見た目は主語ではないんですよ。見た目は何かというと、今この図でお示ししている通り、目的語なんです。特に、認証代名詞を使うときには注意が必要ですね。I ではなくて me、he ではなくて him、she ではなくて her、we ではなくて us、they ではなくて them を使うということになります。それから、意味上の述語。意味上ということは、見た目上はちゃんとした述語じゃないわけですよね。これはどういうことかと言いますと、基本時制を表さないんです。つまり現在とか過去ではないんですね。現在形とか過去形をそのまま保護の位置に使うことはできないということになっています。さあ、続いて文から OC にどのように形が変わっていくのかっていうお話をしていきます。まずは形容詞文が OC になる場合。形容詞文、形容詞が述語の文というのは、日本語であれば形容詞だけで述語になることができますけれども、英語の場合は形容詞だけでは述語になることができません。ですので、B ですね、B 動詞の力を借りて、am, is, are, was, were などを使って、B プラス形容詞の形で述語にします。例えば、I am happy, I was happy のようにします。これが形容詞文です。これが OC になりますとどうなるかと言いますと、me happy, me be happy, me to be happy というようになります。I から me に変わるわけですね。意味上の主語ですから、動詞の目的語ということで、I から me に変わります。
そして意味上の述語である C、保護ですね。この部分は基本時制は表しません。ですから、現在形の am, is, are とか、過去形の was, were、こんな形は不要なわけですね。ですから、be とか to be っていう風に、原形の絡む形が残ることもありますが、基本時制がないわけですから、削除してしまっても意味的には問題がないわけです。ですから、一番のような me happy という風な言い方も可能なわけですね。なお、今、三つの形、me happy, me be happy, me to be happy、この三つの形、三つのパターンを示していますけれども、この三つのパターンのうち、どのパターンを使うのかというのは SVOC の V、実語動詞として使う動詞によって決まっています。次に名詞文の話。名詞文もやはり名詞だけでは英語では述語にはなりません。B の力を借ります。Am, is, are, was, were を使います。B プラス名詞で述語になります。He is a doctor.He was a doctor のように言います。これが OC になると、him a doctor, him be a doctor, him to be a doctor のような3通りの言い方ができます。で、ここでも意味上の主語ですから、元々の主語の he のような形は、him のような目的を表す形に変わっていきます。そして、意味上の述語である保護っていうのは、基本時制を表しませんから、is とか was ではなくていいわけですね。もちろん B とか 2B っていうふうに原型の絡む形にすることもできますが、基本時制を表す必要がないわけですから、この B そのものを削除してしまうこともできます。そうすると一番のような him a doctor のような言い方もあるわけですね。で、ここも 1,2,3 him a doctor, him be a doctor, him to be a doctor 3通りの言い方パターンがあるわけなんですが、この場合もどのパターンを使うのかっていうのはSVOC の V、述語動詞で使う動詞によって決まっています。さあ、動詞文です。動詞文が O プラス C、OC になるとどうなるのかってことなんですが、動詞、述語動詞っていうのは基本時制を表さなければいけませんから、現在形または過去形を使うわけですね。ですから、例えば、She sings a song のように sings、現在形を使ったり、She sang a song のように sang 過去形を使ったりするわけです。これが通常の述語動詞を使った動詞文ですね。これが OC になりますと、例えば her sing a song だとか her to sing a song のようになります。まず意味上の主語は動詞の目的語に変わりますから she ではなくて her に変わります。主格の she から目的格の her に変わるわけですね。そして、意味上の述語である C なんですが、ここでは基本時制が表されません。ですから、現在形 sings、過去形 sang のような区別がなくなって、原形が絡んできます。原形をそのまま sing と使って、her sing a song のように言うか、もしくは to 不定詞にして、to をつけて、her to sing a song のように言います。原形または to 不定詞を使って保護にします。今ここで1番の原型を使ったパターンと2番の to 不定詞というかついているパターンと並べていますけれども、この1番と2番のうちどちらのパターンを使うのかっていうのは SVOC の V ですね。述語動詞としてどんな動詞を使うかによって決まっています。さあ、続けて今度は進行形です。進行形の動詞文が OC になるとどうなのかと言いますと、動詞文進行形ですから B プラス現在分詞ですね。例えば、We are reading a book だとか、We were reading a book のように、are reading だとか、were reading のように使うわけですね。で、これが OC になりますと、Us reading a book のようになります。まず、意味上の主語は動詞の目的語ですから、We から Us に変わります。主格から目的格に変わります。そして、意味上の述語である C の部分は基本時制を表しませんから、基本時制を担っていた B 動詞ですね。are とか were。これは削除するんですね。これが基本です。一部に 2B を取る動詞もありますけれども、基本的にはこの B の部分を削除するのが普通です。ですから、us reading a book のような形になります。さあ、最後に受動態の動詞文が OC になるとどうなるかと。受動態の動詞文、B プラス過去分詞ですね。they are killed, they were killed のように B プラス過去分詞。これが OC になりますと、them killed, them be killed, them to be killed のようになります。
で、意味上の主語が動詞の目的語になりますので、they、これが them に変わります。はい。もともと主格の they ですよね。これが目的格の them に変わります。そして、意味上の述語である see ですね。で、これは基本時制を表しませんから、are とか were っていう基本時制を担っていた be 動詞はなくていいわけですね。ですから、基本時制を表さなくていいわけだから、この be を削除してしまうこともできるんです。これが一番の形ですね。もちろん be を原型で残すような形もあります。be killed、あるいは to ステージを使った to be killed のような言い方もあります。ですから、3通りの言い方が受動態の OC にはあるわけですね。で、こちらも 1,2,3,3 つパターンがありますけれども、このパターンのうちどのパターンを使うのかっていうのは、SVOC の V、述語動詞に使う動詞によって決まってきます。今回はここまで。次回をお楽しみに。